が目つぶって唱えてる間、小学校とか見えた？あれ？どうしたの？配信止まってる。嘘。こんな時に？ちょっと待ってよ。サーバーの問題かな。アーカイブは？あ、残ってる。取れてる取れてる。よかった。え？どうしたの？何これ？変なもの映ってる。時刻を過ぎています。まだ残っている生徒はもう帰れません。Thank you.
何これ。怖すぎなんですけど。何これ、まるで最初から開くように作っていない撮影用セットの扉みたい。確か学校で涼子と幸せの幸子さんをやって、それで記憶がない。待って、現実的に考えよう。ミク、クールに。ミクが言うのもなんだけど、オカルトなんてありえない。都市伝説なんて作り話のロマンでしかない。今朝から起こってる不思議な出来事、家の前に変な石が置かれてたとか、昨日の夜にミクが閲覧した途端に更新された幸子さんのおまじないのブログとか、よく考えたらできすぎだ。誰か悪いやつに仕組まれてるとしたら、都市伝説のおまじないを試して女子高校生が行方不明っていう形でアリバイを作って、実は何？何なの？外、廊下、これ足音。してた。記憶がないけど、あの後いきなりクロロホルムでも嗅がされて拉致されたとか。いやいや、ご冗談を。1階の女子高生1人なんぞを捕まえて何のために、わざわざそんな。
いや、ありえるんじゃない。人間を一人好き放題にするために山の中の廃校に拉致監禁。好き放題って何？殺すの？嫌なんだけど。確か配信者だね。嘘、あの子もここにいるの？誘拐犯め、ミクだけじゃなく涼香まで殺す気？冗談じゃない、許さないから。とにかく外に出るルートを確保しないと。1階に降りる階段、きっと他にもあるよね。リョカも見つけないと。肌も綺麗だし、数時間前まで生きてた感じだ。